どうかしら。あ、似合うよ。なかなかのもんだろ。なんだか夢みたい。か、もう一回頼む。あと一回だけですからね。この家の方々は皆様子をしていらっしゃる。ウイスキーも舶来品。これからは何か言う人間が必ず出てくるでしょう。来月一月ほど満州に行ってくる。本当に危なくなる前に一度大陸をこの目で見ておきたいんだよ。お呼びしたのはあらかじめ心構えをしていただきたかったからです。どんな心構え？あなたとあなたのご亭主がこれからどう振る舞われるか、我々はそれを注視しています。やはり知らなければ何も信じることはできません。当然だ。君は何も見ていない、何も知らない。僕も君にそれを見せたくはない。だがそれは怒っている。あなたのせいで日本の同胞が何万人死ぬとしても、それは正義ですか？今後は世間の見る目も変わってきます。今まで通りの人付き合いではいけません。大きな望みを果たすなら身内も捨てずにどうします？